んにちは、マンディー&ゆうぽんです。今日は何これ、待って、なにあ、ピカチュウ、ピカチュウ、かわいい、かわいい、コロコロ、ピカチュウです。かわいい、いい、そうです。今日はね、こちらのハロピカというものを紹介していきたいと思います。なんとこちらのハロピカは話しかけるとお返事をしてくれるんですよ。でのお返事の他にも歌ったり技を出したり、あとイヤイヤしたり、あとは共感してこううなずいたりするんだって、これなーみたいなあとはね、笑ったりするみたいで、あはははははってあとはね、こうユーポを待ってくれたり寝ちゃったりするみたいなんですよ。これめっちゃ楽しみだね、我が家のペット。それでは一緒に遊んでいきましょう。で、顔のデカさが、じゃあ電源入れていきましょう。ピカった、こんにちは、こんにちは、いらっしゃい、こんにちは。なんて可愛いの、ありがとうって言った今、あなた、ありがとうって言った今。トイレ近くなるよね、一緒に歌おう。嫌だやばい、かわいい、一緒に歌おう。嫌なの、ピカチュウ、暑いね、ねえ、うわ、共感してくれてるよ、暑いみたいですね、やっぱり。お、ピカチュウ、おはよう。で、そしてですね、話すだけじゃなくてユーポンはね、待ってくれるんですよ。例えばこうやってピカチュウを置いといて、こうやって置いといて行くじゃないですか、どっかに。で、帰ってくるじゃん、話しかけてくれるの、ただいまーみたいな。ちょっとやってみましょう。ただいまー、帰ってきてほしくなかった？そうだって、ただいまー、嬉しい？嬉しい？嬉しい？なんか怒っちゃった。ただいま。かわいい、かわいい、かわいい、ありがとうね。あららら、どうした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 、なんか嫌なことあったか？こっちいるじゃん、こっち向くじゃん、ピカチュウ、ピカチュウ、こっち向くじゃん、ピカチュウ、ピカチュウ、なんで君わかん、なんで君わかんの、ちょっと皆さん、今見た？ユーポンがさ、こうやってピカチュウ置くじゃん、こっちで喋るじゃん、こっち向くじゃん、こっち向いたらこっち向いて喋ってくれんの、自分がいる方向に顔を向けてくれるんですよ。すごいね、なんか嬉しいね、こうやって方向分かってさ、喋ってくれるの、ありがとうね。で、なんとピカチュウまだあるんですよ。スリープ状態にさせると寝ちゃうんですよ。で、寝てもらいましょう。寝ないでしょ。
ねえ。言ってこい。笑っちゃうから。うちも。寝ましょう。寝よ。待って。ご飯食べるか。いらねって。寝よ。寝るって。ダメだ、興奮してるわ。起きてる？寝てしまったようですね。ピカチュウ。はい、今日はハラピカと一緒に遊んでみました。この子はね、話しかけるといろんな反応をね、見せてくれるのですごく楽しかったです。なんか怒ったり笑ったり歌ったりイヤイヤしたり、めっちゃ可愛かったです。癒しですね、これはね。でね、これね、結構可愛いサイズなので、これね、机にちょこんと置いとくだけで、いやー、かわいいですね。なんか見守ってくれてるような感じしてね、癒されます。もともとユーポはね、ピカチュウ大好きなので、もうこれはもう、机に置いときましょう。はい、ということで、今回はこの中に乗りたいと思います。ぜひ皆さんも、こちらのハロピカ、購入してみてください。詳しくは概要欄をチェック。では、おつぽんおつぽん